コシグリーナ山はニカラグアの西部に位置する清掃火山である。山はポンセカ湾へ伸びる大きな半島を形成する。山頂は大きなカルデラで切り取られていて直径に X2.4km、深さ 500m あり、その中に実体のある加工庫がある。中央加工球は外ン山を形作る早期にできたカルデラ内で成長してきた。 早期のカルデラの周辺は、他の若い加工球によって渦漏れているが、北側では現在でも露出している。火山の最後の噴火は1859年に起きたが、最も有名な噴火は1835年1月20日に発生した。それはニカラグアで最大の歴史的噴火であった。1835年の噴火で発生した火山灰はメキシコ、コスタリカ、 ジャマイカで発見されている。火山は1859年以来静温であったが、地質学的時間の面で見れば、窓過酷である。2002年には、コシグイーナ山の近くで、群発地震が測定された。火山は、北西から南東へ連なる、最近活発な中央アメリカの火山群のラインから、やや隔離されているが、この地域での地殻変動の力がまだ活発である。 ことを示している。火山の熱水活動の唯一の指標は、山の登録に沿ってある温泉と腰食い稲この断続的に観測されている気泡である。火山の側面を覆うかなり均一な植生は、標高872メートルの加工級のホットスポット、またはガスの排出量の一般的な不足に起因することを証明する。ありがとうございます。